はい、こんにちは、シンコロです。今日はね、ちょっとフライパンの話。僕今までね、ずっとこういうね、フライパン使ってます。これオールクラッドっていうアメリカのナンバーワンブランドですね。レストランとかプロのシェフがよく使ってるし、まあ、料理好きの人とかも使ってます。ちょっとね、ちょっと高いんだけどすごく質がいい、で、これ周りはステンレスなんだけど中にアルミが入っててすごく、ね、熱伝導性がいいんですよ。で、これもね、すごくもう毎日のように使うんですけれども、オールクラッドのね、もう一個ね、ちょっとね買ったんですよ。それをちょっとね、開封式をしてみようかなと思って。チタンチタンチタン、嬉しいよね、嬉しいね、新しいフライパン嬉しいね。フライパン男ですね。もうフライパンね、もうね、こだわりがあってね。よいしょ、オールクラッド、ノンスティックです。あの、こびりつかないやつを、あのね、1個ね、欲しかったんですよ。で、こういうね、まあ、ステンレスのやつもこびりつかないね、ちょっとね、コツがある。まあ、それはね、今度話すとしてあるんですけども、でもやっぱね、ちょっとほら、オムレツとか、あとその身がすごい崩れやすいデリケートなお魚をね、ソテーする時なんかはやっぱね、ちょっとね、くっつかないやつが、ね、1個あると便利だなと思うんだよね。塩、そう思うよね。これオールクラッド知ってる？アメリカで一番古いんじゃないかな。もう40年以上の歴史がある。そしてオールメイドイン USA、 すごくない？かっこいいよね。で、これだよ。開けてみよう、開けてみよう、開けてみよう。よいしょ。おー、しおちゃん、どう、これ、どう、これ、シャキーンってビニールの気になってんの？これ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 、ほら、しおちゃんみたいな色してんの、ほら。うわー、綺麗だね、これ。何て書いてある？オールクラッド、メタルクラフターズ、ハンドクラフテッド、インザ USA って書いてある。ステンレス、ステンレスって言ってるけど、このね、中はアルミで伝導性がいいやつの。こういうね、いわゆるテフロン加工のようなものの中には PFOA という物質がね、含まれていて、それが環境をね、汚染したりだとか、まあ、動物にね、体に悪影響を及ぼしたりだとか、そういう可能性があると、危険性があると言われているので、これはそういうのがない、 PFOA が入ってないタイプのやつです。環境に優しいやつ。まあ、でもこういう加工したものって、でも絶対そのうちね、だん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 落ちていっちゃうんですけれども、まあ、いろんなメーカーがある中でオールクラッドのはね、あるちょっとね、 YouTube チャンネルで見てたんですけど、まあ、6種類ぐらいのフライパン、いろんなこういう加工したフライパンブランドのやつをもうこうオーブンでグワーッと熱して、ガリ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 ってこすって、バン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 って叩いて耐久性を調べた結果、このオールクラッドのはこの加工がそれでも保たれるし長持ちするということなんですね。なので、ちょっと高い、これでね、110ドルぐらいしました。日本円でいうどのぐらいしよう、1万2000円しないくらい、ね、ちょっと高いんだけど、まあ、長く使えるし性能がいいので、どうやってんだ、ピーコ、ピーコなんか木の上に登ってる。性能がいいので、まあ、ちょっとね、奮発して買っちゃったんですよ。で、じゃあこれで料理してみる？こっちおいで、こっちおいで、ほら、そうやってお尻向けてないでさ、ほら、ほら、一緒に見よう、ほら、かっこいい、ほら、これどう？かっこいいでしょ？また料理監督してくれる？認可？認可？お、スリスリが入った。お、スリスリが入った。ってことは、これは認可ってことです。じゃあこれで料理してみましょうか。ね。何焼こっか、しよう。何焼こっか。ね。何焼こっか。ひらめいた。